ワスゲンサルキシャンアンバンハンラペタカンマルザダ氏はアルメニアの首都エレバンにある多目的競技場である。またハンラペタカンスタジアムと呼ばれることがある。ソ連時代の1933年から2年かけて建築1935年にディナモとして会場した。第二次世界大戦終結後の1953年にサッカーアルメニア代表の本拠地及び様々な サッカーの試合に対応するための最初の修繕工事を実施した。座席数を14,400席にした。ディナモスタジアムの頃に撮影された一枚ソ連時代の1935年、ディナモとして開場した。1999年の改修工事後に、ハンラペタカに解消した。同年12月28日に国民議会襲撃事件で暗殺された時の首相。 ワスゲンサルキシャンの功績を称えるため、ワスゲンサルキシャンアンバンハンダペタカンマルザダ氏に解消した。現在サッカーアルメニア代表のほかプレミアリーグ所属のウリセス FC の本拠地でもある。1995年に大改修を計画したが、財政難により延期させられた。1999年に UEFA からの財政支援を受け、300万ドル以上を当時。 座席の改良等の大規模改修に着手した。2000年末に竣工スタンド全体に座席を設置することとなった。1999年12月28日、大統領令によって名称を、現在のワスゲンサルキシャンアンバンハンラペタカンマルザダシに改称した。ワスゲンサルキシャンとは、ナゴルノラバフ戦争時の義勇兵部隊、エルクラパの隊長で、 1995年から99年までは国防大臣。1999年6月11日から国民議会襲撃事件で暗殺される10月27日まで首相を務めた人物である。2008年の改修工事ではイスラエルのグリーンデバーセファイドリミテッドという企業が受け負った。ピッチの全面張り替え、VIP 室の改修。 UEFA 基準に合致した最新の警備システムを導入した。2008年8月末、新しいピッチで一戦を交える準備が整った。そして新たに VIP 室を設置した結果、収容人数は14,968人から14,403人に減った。2003年10月11日、UEFA ユーロ2004予選グループ6。 アルメニアゼロの4スペイン、16000人2007年8月22日、UEFA ユーロ2008予選グループ A、アルメニア1-1ポルトガル、15550人2011年10月7日、UEFA ユーロ2012予選グループ B、アルメニア4-1マケドニア共和国、14403人2011年10月12日、2014フ、FIFA フワールドカップ。 ヨーロッパ予選グループ B、アルメニア0のサンチェコ、14,403人2011年3月26日、UEFA ユーロ2 0 1 2予選グループ B、アルメニア0の0ロ,ロシア、14,400人。ありがとうございます。